This is definitely my favorite Japanese snack, and you see how each piece is so delicate, and I love the way it melts in my mouth. Hey guys, it's Yuta. So, this Japanese vagina artist, she got arrested for distributing her vagina data, which to me sounds more like an excuse. But what do Japanese people think about it? Check this out. What?別解剖はしなくていいかなと思いますよ、さすがに。そこまではね。そこまではしなくていい。まあ、かわいそうだなっていうか、その、なんかそういう、まあ、ポルノとかに対して、そういうセクシャルなものに対して、ある程度の規制ってのは、その世の中的にいると思うんですけど、なんかその、どこで線引きするのかっていう話で、そう。なんか、けど、その線引きって、その完璧な、ここで線引いたら絶対誰に対しても平等だろうっていうところはなくて、なんかもうその不完全の犠牲者的な感じなんじゃないかなっていう、このろくでなしもさ、なんか AV ポルノとかでもその女性器にはモザイクがかかってるのも結構よく分かんない話で、この女性器のモザイクは必要だと思います？いや別に必要ではないと思います。必要ないし、今はもう必要ないし、もう見れちゃう。ぶっちゃけ X ビデオとかあったら、なんか海外のポルノとかガンガン見れるんで、なんかまあ合ってないようなもんというか、自分に子供ができた時に、うん、ほんと小さい頃からそういうガンガン、その何でも、うん、その、そういうポルノ的なものを見れちゃうっていう世の中は僕は良くないと思うから、うん、あ、そうそう、規制っていうのは絶対必要で、ほとんどの人がやんないことをやるのが多分こういう人たちの仕事で、役割で、うん、それをよりやれるような世界があった方がいいんじゃない？いやけど、その大人数のためにルールっていうのはできてるわけだから、で、いや別に変わるなと思うけど、ね、うん、その優先順位、プライオリティ的には、法改正のプライオリティ的にはそんなに高くなりようがなくなる。なんで逮捕されるのか分かんないです。だって別にこれ言われなかったら気づかないレベルだよね。何がいけないのか全然わかんない。多分女性器だからっていうわけじゃないと思うんですよ。お祭りっていうことでやっぱ日本の文化として捉えられてるからこれは OK で、例えばこれが同じように男性器を取って自分のデータを誰かに関しては多分それは捕まる。だからその文化的なニュアンスが違うんじゃないですか。日本人のお祭りは文化ですけど、アートは文化ではないので、法律的には認めないですよっていうところだと思います。女性っていうのもあるんじゃないですか、わかんないですけど、うん、まあ、これはたまたまその男性器がメインでちょっと盛り上がっているから、多分ピンクのこういうのも用意してる祭りだったっていうだけで、わかんないですけど、なんか男性器だから女性器だからっていうのでの話じゃない。そういう、多分欧米人的にはそのフェミニスト的視点からそういう批判をしてるんだと思うんですけど、僕はそこはちょっと関係ないと思ってます。そう思います。差別だと思います。ていうか、なんかあれだよね、放送禁止用語とかも女の方がなんか、うん、女性器の方がうるさいとかあるよね、うん、だからそれはやっぱりなんか男を対象にしてんだなって思う、うん、その規制の対象っていうか、うん、男が反応するからってことなんだろうけど、それはちょっとおかしいよね。そんだったらどっちも OK にすればいいんですよ、うん。そうっすか。実際このお祭りの写真見ると担いでんの女性ですし、確かに、うん、まあ古代解釈っていうところもあると思います。まあ確かにあんまり自由を奪うのは良くないと思いますよ。いや、まあ多分そういう側面も全然あるんですけど、そのフェミニスト的視点を持ってる人が過剰に反応してる部分もあって、なんかそこら辺は難しいなと思うんですけど、北欧に
旅行で行った時にそのいろんな人と話し合いがある中で、そこにいた日本の女の子が自分が女っていうところでなんか発言しにくいなって感じることが向こうにいる時はすごい少なかったって話をしていて、やっぱまあそういうなんか向こうに行っている時に感じるものっていうのが日本になかったっていう意味では、なんかその人からすると日本はそういうなんとなく男の人がこう喋ってる中で女の人がこう意見を言うみたいなのもしづらいっていう風に、まあ、言ってた人もいるなっていうのは具体例としてありますけど、僕自身男だったりするし、男尊女卑みたいなのはあるなっていうのは、あるんでしょうけど、自分の中ですごいそれがイシューみたいには特になってないので、今パッと答えられないみたいな、そんな感じですかね。それはその通りだと思いますよ。仕事でも、何でもやっぱり男性の方が有利にできてますし、これ見て卑猥と思う方が卑猥だよね。思わないもん、気づかないレベルだし、気づかない。これを作るために資金集めをしてて、その資金集めに協力してくれた人にこの中から元データ、うん、3D データみたいなのをあげて、だからそれが裁判ではそれはダメみたいな。なんでダメなの？全くわからない。なんだっけ、レディースデーが逆差別だとかいう男が多いけど、そういうのがなんかちょっと小さいよね、考え方が小さいっていうか。だって女の方がお金落とすからなんじゃないのって、商売でしょ。あ、育児休暇とかやっぱり基本的に取らないから出世できるっていうところですかね。女性はやっぱり取らざるを得ないから出世ができない、ね、なんかそれ前提で配属とかをされているところもあるので、そこは納得いかないですね。私の会社は外資なんで、あんまないですかね。割と寛容かな、かな。でも逆にかわいそうだなと思うのは、女性は割と洋服何着ても OK なとこあるけど、男性はなんか、ね、冬はネクタイしなきゃいけないとかそういう会社が多いから、それはかわいそうだなと思います。やっぱり感覚的にずれてるからじゃないですか、向こうと日本人。でもなんか外国の方がなんかそういうのカジュアルに考えてそうだから、なんか日本人の方がそういうのカジュアルに考えてなさそうだから、なんか逆にこう違う感覚だからこそ興味持つんじゃないですかね。アメリカってキリスト教の国じゃないですか。その日本のなんかその性文化みたいなのって、向こうの人からしたら結構どぎついというか、その同人誌的なそのロリコン文化とかがかなり根強いからっていう部分で、その俗っぽい好奇心をそそられるみたいなところはあると思います。やっぱり AV の影響とかじゃないですか。あと漫画っていうかアニメ、なんか変態ってジャンルがあるの。なんか日本語の変態と違って、日本のエロアニメのことを変態ってジャンルでさ知れ渡ってるぐらいだから、やっぱりなんか変態大国みたいな、ね、とこがあるんですよね。だからあれだよ、セックスレスも圧倒的に多いし、いろいろなんか意味わかんないみたいな、なんでこんなに変なもんいっぱい作ってんのにセックスレスなんだみたいなね。なんか私も外国住んでたんですけど、やっぱそういう話よく聞かれますもん。やっぱあっちはね、結婚するってなったらずっとラブラブでなきゃ意味がないと思ってるから、しないのになんで一緒にいんのみたいな思うみたい、てか思う、私もそう思うから、意味わかんないよね、早く離婚しろよって感じだよ。一緒に寝たくないとか、じゃあ結婚してる意味ないじゃんっていうふうには思うよね。まあ、要するにだからさ、日本は結婚すると子供とかできたりすると、もう親になっちゃって夫婦関係がおざなりになっちゃう。もう男女じゃなくなるからね。あと子供もさ同じ部屋で寝たりするしさ、それがダメなんじゃない？やっぱそこはさキープしないと。Hey guys, it's Yuta again. Well, I think you can actually see who are more westernized and who are not in this video, and I find it quite interesting. And if you want to learn actual Japanese that actual Japanese people speak as opposed to some weird textbook or anime Japanese, you should click the link, choose your level, and subscribe to my list.Japanese with Yuta. Also, you can have access to the entire uncut footage if you choose to support me. So click the link and go to my Patreon page. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!